どうも皆さんこんにちは、モロケンです。今回 Amazon で見つけた2000円以下のナイフを紹介していきたいと思います。冒頭でお見せしたペーパーを切る映像、あのナイフなんとたったの1850円なんです。今回7本紹介するので早速パパッといっちゃいます。ちなみに撮影の4日前に指を2針塗ったのでまだバリバリ痛いです。そんな状態であることを念頭にご視聴ください。あと全部のナイフ、箱出し状態で研いでいない状態で撮影しました。早速1本目です。バックのナイフ1850円です。重さ 252g、 刃厚 3.9mm、 全長 23cm、 刃体の長さ 9.8cm。 冒頭でお見せした紙がスパスパ切れるナイフです。フルタングですし 252g ととても重量感のあるナイフです。靴を履いていたとしても落としたら足はただじゃ済まないと思います。刃の厚みもあって大きめの紅葉樹のバトニングもできました。右手でバトニングすると傷口がかなり痛くて左手でやりましたが、ご覧の通り真っ二つでした。針葉樹だとあっという間に真っ二つでした。切れ味も良く、フェザースティックも薄くできたり厚めに削ったりと思い通りに調節しやすいナイフでした。木を片面だけ削いでいてもぐんぐん削れました。シースは黒で厚みもありぼちぼちいいのですが、ボタンの部分だけペラペラなのが残念でした。フルタングでこの切れ味で1850円とかもう意味わからんぐらいの価格設定で最もおすすめなナイフです。僕のツイッターとインスタグラムでこんなのあったと宣伝したら3時間ぐらいで売り切れになってしまいました。なのでこの動画の公開の時は在庫切れになっていると思います。マジかよと思った方はぜひモロケンの SNS のフォローをお願いします。2個目、スイステックのナイフ1760円、重さ 195g、 刃厚 3.2mm、 全長 23cm、 刃体の長さ 10cm です。 Amazon のナイフのランキングでよく見かけるスイステックのナイフです。商品ページには重さ 240g と書いてありますが、多分これシース含めての重さで実際は 195g でした。フルタングですしある程度重いので細めの紅葉樹ならバトニングしても大丈夫でした。もちろん針葉樹もバッチリです。フェザースティックも作りやすくて誰が使っても使いやすいナイフだなと思いました。Amazon 評価 4.5 も納得かなと思います。木を片面だけ削ってみるとこのようにぐんぐん削れました。シースは2箇所のボタンで止められるので事故が少なく安心です。厚みもありオーソドックスなシースでした。1760年このレベルのシース付きなのは驚きです。3個目はルイ・ファンシのナイフ1980円です。重さ 170g、 刃厚 2.94mm、 全長 25cm、 刃体の長さ 11.5cm です。今回紹介する中で最も長いナイフで、刃体の長さが長いので太めの巻きをバトニングするときにとても重宝すると思います。ただ刃厚は 2.94mm とどちらかといえば細い方なので、ゴリゴリの紅葉樹をバトニングするのには向いていないと思います。箱出しの切れ味も正直いまいちで、フェザーは作りたいけど滑ってあまりうまく作れませんでした。ただ持ちやすさはこの中で一番しっくりきて、個人的には好みの持ち手です。僕の彼女も折りたたみナイフ以外のナイフの中では重さも持ち手も一番しっくりくると言っていました。シースは細身のもので入れやすく出しやすい形で、今回紹介したナイフの中では一番好きな形です。このナイフは切れ味こそいまいちでしたが、持ちやすさや形は一番好きでした。4個目は海のナイフ1242円です。重さ 102g、 刃厚 2.94mm、 全長 22cm、 刃体の長さ 10cm です。 Amazon ブランドの海のナイフです。正直こいつの切れ味にはかなり驚かされました。フェザースティックを作ろうと木に刃を当てて滑らすだけで簡単に削れていきます。スッパスッパ切れていくのでフェザースティックを作るのが楽しくなるくらいです。ただフルタングではないですし、かなり軽いナイフなのでバトニングは向いていないでしょう。とはいえ細めの紅葉樹であれば割ることができましたし、針葉樹ならこのナイフでも余裕でした。指をかけられる部分もあり力も入れやすかったです。切れ味がいい、フェザースティックが作りやすい、バトニングもまあまあできないことはないと分かりやすいナイフなので、最初の1本にマジでおすすめです。値段も今回紹介した中で最安の1242円ですし、普通に買ってよかったナイフでした。ただ付属のシースのボタンがキチキチで負傷した手ではなかなか固定できません。シースの問題は Amazon の評価にも書かれていました。5個目はチョンメイジフィッシングのナイフ1300円です。重さ 125g、 刃厚 2.9mm、 全長 20.2cm、 刃体の長さ 8.5cm、 折りたたみ式のナイフでかれこれ5年使っています。このナイフの一番のポイントはサンボポイントという、ナイフを取り出すための機構が2箇所あるということ。ナイフの背の部分を手前に押し出せば刃が出てきます。ガチタマ TV という元機動隊や元自衛隊の方々が武器などを解説しているチャンネルがあるんですけど、彼らが 7,8000円ぐらいのナイフを紹介していた動画があったんですけど、 7,8000円ぐらいの安いナイフでこんなにスパン出ることはないと言っていましたが、今回紹介しているこのナイフはなんと1300円なんです。これがマジでかっこよくて昔から使ってるナイフです。それ以外がごく普通のナイフで、ラインカッターなどもついていますが使ったことはないです。お尻に突起がついていますが何に使うのかは分かりません。ガラスを割るのかもしれませんね。切れ味はぼちぼちでフェザーもお手のものです。
折りたたみなので広葉樹のバタリングはできませんが、針葉樹であれば太くても大丈夫です。薪を割りたい時があって、その時このナイフしかなくてバタリングをしたことが何度もありましたが、特に壊れることなく長く愛用できています。6個目、アマゾンベーシックのナイフ、1600円です。重さ 150g、 ハーツ 3mm、 全長 20cm、 刃体の長さ 8.5cm です。アマゾンベーシックのナイフです。10月26日現在1600円で売られていますが、僕が買った時は1031円でした。コンパクトな折りたたみ式ナイフですが、全体的なバランスはあまり良くないように思います。個人的には持ちにくい点と刃の出しにくさがマイナスです。切れ味は今回紹介しているナイフの中では最も悪く、本格的なキャンプで使うよりもちょっとしたものを切るぐらいのナイフかなと思います。フェザースティックも作ることはできますが、いまいちな出来です。針葉樹ならバトニングできました。コンパクトなのでキャンプ場に行くときのバッグの中に入れていますが、その結果はなんだかんだ一番使用頻度の高いナイフとなっており、このナイフしかなくて緊急で何度もバトニングしたことありますが壊れてはいません。重さも 150g と結構重いので耐久性は高いのかもしれません。最後の7個目はジュラテックのナイフ、1400円です。重さ 115g、 ハーツ 2.9mm、 全長 17.7cm、 刃体の長さ 7.4cm です。今回紹介するナイフの中で最も小さなナイフです。一番の特徴はナタのようなこの形、先っちょがとんがっていないので突き刺すことはできません。切ることしかできないので用途がかなり限られていますが、レジャーなキャンプであれば切ることさえできればいいじゃんと思っています。切れ味はぼちぼちで、先ほどのアマゾンベーシックよりは切れます。さっきのナイフと同じくキャンプ用のバッグに入れてて使用頻度がかなり高く、針葉樹のバトニングも何度もやっていますが壊れていません。僕は基本キャンプでバトニングしないので、コンパクトな折りたたみナイフを好む傾向にあります。このナイフはかなりコンパクトになるので、そういった方におすすめです。ただし刃を出すための突起などがないので刃が出しづらいのはマイナスポイントです。ということで、いかがだったでしょうか。 Amazon で見つけた2000円以下のナイフを7つ紹介しました。購入先は概要欄の方に貼っているので、気になったものがあればぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。ということで、時間が余ったのでフリートークなんですけども、今ね、右手が負傷したって書いてあるんですけども、シャーペンの芯がね、右親指に刺さって、次の日ね、2泊するちょっと県外の予定があったんで、このままあと嫌やなと思って皮膚科行ったら、先生も取れんくて、もうこれえらい奥に刺さっとるよって言われて、で結局部分麻酔して切開してメスでね切って取ったんですけど、まだ奥に入っとるよって言われて、結局結構切って、シャーペンの芯取ったら2センチぐらい入ってて、これ来てよかったねっていう感じで、シャーペンの芯が親指に刺さって、2センチ刺さって切開して、部分麻酔してこう部分麻酔して切開して取ったっていう感じ で、それのね3日後4日後ぐらいにこれ撮影してるんで、こうめちゃくちゃ痛かったですね。まあ全然抜歯もしてないで、今この動画上げてる日もね抜歯してないんですけども、まあ、そんな状態で撮影した感じです。